はい、みんな、おはよう。おはようございます。おはようございます。さっき和道さんの放送を見てた。あありがとうございます。もしね、アーカイブ見るときはね、ぜひ、YouTube で見ていただけると、僕に広告料が入るんで、ぜひ、広告料あのクリックしていただいて、ジャンガン僕に見ついていただけると嬉しいです。YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。 今回のテーマはね、働かないで生きようで <laughs> 働かないで生きようっていう枠を開こうと思ったんだけどいきなり今仕事から帰ってきたよっていうねコメントが来ましたなんか子供の頃から思ってたんだけど働くっていうのをなんで働かないといけないんだろうっていうのに対して強い疑問があったんだよえ働くのってなんで働くことを 誰かに決められないといけないんだろうっていうのがすごい強い疑問で本来さその働くことって誰かがさ口出す問題じゃないんじゃないかなっていうのが俺の中の,その考え方だったのよである日突然、まあ、働かなくても生きていけるんじゃねえかっていうことを思いついたわけ俺の中でで 働かいかに働かないようにするにはどうしたらいいのかっていうのを徹底して考えた結果今の生き方につながってるんだけど皆さんどう思いますなんかさ働くことを働くのはすごくいいことで全人類が働くべきだっていう考え方って俺なんか変だなと思ってるんだけどあー来てくれたわありがとうありがとう。ありがとううんはい、ワード2 なんかね、働くことへの嫌悪感は俺は一体どこから来るんだろうっていうのをねいろいろ考えるんだよね働かなくてもよくない、うん、働かなくて生活できるんだったらそれでいいじゃん働かない方がよくないですか何でみんな働くんだろう皆さんは働くことって い,いイメージ持ってます悪いイメージ持ってますなんか俺はさできるんだったらずーっと楽しいことだけやってあの遊んで暮らしたいなっていう風に子どもの頃から思っててでやっとその生活がここ最近手に入ったんですよやっと <laughs> で本当に働いてないのおおそうそうおはよう何これ何にこのサム うん、なんかまた寒い…犬かう犬、ん、かやっと働かない生活が手に入ったからすげえうれしくて、うん、なんかよくこういうこと話すとさ幼稚だとかさ子供だねとか言われるんだけど働きたいっすか皆さんはどうなのおはようアイテムありがとうその人がそういう生活できて満足してるなそれでいいと思ううん 俺も全く同意見楽しいことしてて生きていきたいた <laughs> ねねサプリ、ね、そうだよね楽しいことだけやって生活できるんだったら人間らしいと思いませんで国とかさ他人とかさ外部の人がさ働けっていうのにすごく違和感を感じるわけ俺は。フクロウさんおはようだってさ例えば動物とかでさ働けっていう人っていなくない 世間の目が気になるんで気にしなきゃいいんじゃないのうん世間の目気にしなきゃいいんじゃないって思っちゃうのうん世間の目が気になる身内とかだって身内とか世間って助けてくれないっすよあそうでしょ仕事疲れるし行きたくないってなるでしょ行かなきゃいいじゃん <laughs> 行かなきゃいいじゃんっていう発想なのよ。で行かなかったらこうなったっていう。行きたくねえな行くのやめてみよう。でなんとかなったみたいな。わためおはよう。うんなんだかんだ蓋開けてみたらなんとかなるじゃんっていう発想なんだけどこれってよくないことなのかなとか思って。よくないとは思ってないんだけど俺めちゃめちゃいいことだと思ってるんだけど。 うん、あサプリもそうなんだ人間関係ダメだったんだいやなんかねアメリカ人にサプリのことよく聞いたんだけどお前あれだなサプリ面白いななんか俺サプリのいい噂しか聞かないんだけどアメリカ人がサプリと仲良くてサ,サプリのこと詳しいからいろいろ聞いたらぶっ飛んでんだなそこまでおはようアイテムありがとう目覚まあ俺ね目覚まし時計ねやめたの だ俺のの部屋時計がないのでリスナーさんにさ口酸っぱくさ電話かけてくんじゃねえって言うから電話もかかってこないでしょだから起きたい時に起きれるっていうのはすっごいストレスないよやりたいことをパッてやりたいと思ったらやれるっていうのはすげえいいよだからねここ最近ねほんとストレスマジでない生活だからめちゃめちゃいい生活してるなと思って今幸せだもんおおたくみさんバーガーありがとう渡邉。 たくみさん月末に2ヶ月分振り込むわ <laughs> ごめんね業務連絡でそれじゃ OK ん,なんか大丈夫足りる月末に2ヶ月分振り込むわちょっと月末までになんとかするから待ってて申し訳ねえあのダメだったら近々で振り込むわ <laughs> どうなんだろうね 仕事って和道さんの配信見てると落ち着くあ大丈夫うん了解ニコおはよう、うありがとうなんかさよくさあの憲法だっけ勤労の義務とか言うけど勤労の義務って何で国国にそんなこと言われないといけないのって思うしで働いてない人って世の中にいっぱいいて罰則規定とかないじゃん別に法律で。 だか,ら働,かな働く必要ない人は働かなくていい法律なんだけどなぁとか思うんだよね。なんか全員が全員働かなくちゃいけない国家とか国ごときにそんなこと言われたくないよね。そう思いませんなんか国に決められたくねえなそういうことはっていう。でさよくさ「そんなの生きていけないじゃん」とか反論が来るんだけど。 俺もそうう思っっててたよっていう俺もしばらくあのー、そう思ってたんだけど実際やってみたら働いてない人の勝手な意見ってどういうことだって誰にも迷惑かけてないんだよ働いてない人の勝手な意見ってそれはってどういうこと働かなくてよくない働きたいっすか なんか働く働いていいイメージが全くないなんか働いてる人が楽しくなさそういいじゃんいいじゃんいいじゃん <laughs> めちゃめちゃいいじゃん <laughs> 休もうぜイエーイっつって <laughs> なんかさ人間に生まれたんだったら あの言いたいことを言える方がいいしやりたいことをやった方がいいしやりたくないことはやらだ誰に迷惑かけてんのだ誰に迷惑かけてんの迷惑かけてないの質問を質問で返すのやめてくんない <laughs> 誰に迷惑かけてんのあなたの想像ブーさんが想像をするのは全く構わないけど押し付けるのはやめようよ。あいいじゃんいいじゃん仕事やめたんだ。うん うん、なんか働かなくても生きていけるよっていうのを決めたの俺はいいじゃん私も出たりえ出たり出なかったり好きな時に仕事してる一番いいよねそれがでなんか働く美徳みたいなものってもうやめないって思ってんだよね意見じゃなくて押し付けてるんだって迷惑かけてないのって聞いてるんだから <laughs> 誰に迷惑かけてんのよ だから前,前提前提がおかしくない。金を得る手段がそれしかないから、えー、働いてるよ。でも超楽しいよ。あだから俺いつも言ってるんだけど超楽しいことをやってるのは仕事じゃないって言ってる。労働じゃない。<laughs> だから遊び感覚でやりたいことができてるんだったら俺は勝ちだと思ってんの。だからソソがあのー 超楽しいと思っててワクワクして楽しみながらそれができてるんだったら俺は一切否定しない俺の収入源はサプリお前知ってるだろう配信以外ねえよ <laughs> みんなの花火だよ俺は言ってることとやってることが違くないだから何よそれを具体的に言ってよ <laughs> それが何かか分かんない言ってることとやってることが違うって俺だって働いてないもん実際 <laughs> だからブーさん決めつけを押し付けるのはよくない。押し付けなんだって、それ。あなたの。言ってることとやってることってどこ貯金あるのに収入がないと性格的に不安だから、8月入ったらまたおに出勤するつもり。やだな。うん。何カメラって。何カメラって。な、何のことですかあの、具体的に言って。<laughs> ちゃんと説明はするから。 何カメラが何が言ってることとやってることが違うの例えばカメラが欲しいからカメラ買うんだけど何がいけないの <laughs> カメラ欲しいよだからあのもらうんじゃんお金を何が悪いの <laughs> 何がいけないの何が言ってることとやってることが違うのカメラが欲しいカメラ、えー、もらうためのお金をもらうた楽しいじゃん。<laughs> 何がおかしいの、うん、俺寝てないね寝てない「支払いの滞納は迷惑ではない迷惑がかかるのはだってあれじゃん会社側じゃん <laughs> 君たちにはかかわかからないじゃんいいんじゃない、うん、俺ね寝てない 喋りり足なないなと思って枠開くことにしたので今回のテーマは働くとは何だろううっていうテーマ普通に考えたら欲しいものは働いて一般的に買うのが一般的じゃないそれはあなたの考えじゃん。だから言ってることがやってることが違うっていう例えばカメラっていうのはだから考え方を押し付けてるんだって。だから一般的にそう考えてるってあなたがそう考えてるんでしょ俺はそう考えてないから。 だから働きたくないから別にカメラ欲しいからカメラもらうお金をもらえばいいじゃんって思ってんの。<laughs> 俺は。うん。うん。国民に義務なんてないと思ってます僕は。はい。うん。憲法っていうのは、えっ、ー、と国民が守るものじゃないっていうのが僕の考え方です。だってだったらなんで罰則規定がないのって思わない。 ありがとうございます素晴らしい考えハートありがとうえでだって本当にそう思わない欲しかったらもらえばいいじゃんだってお金に余裕のある人っていっぱいいるんだもんで自分のやりたいことだけやってファンに支えてもらって全然迷惑じゃないじゃんそれでよくないうんカメラプロが用意するって言ったらいらないと思ってんだあなたで、ね、俺はずっと欲しいと思ってんのよカメラ欲しいんだもんあ妖怪さん同意見ありがとうございます ゴールドスケトありがとう俺のバイクカスタムショップで働いてて家にいるよりガレージにいる方が多い、えー、家にじっとしいらんないめっちゃ楽しいこんにちは何で叩いてるのかが理解できないの何で叩かれてるのじゃなくて何で叩いてるのっていうだってさお金が世の中に日本って超豊かな国家でお金持ちがいっぱいいて でそのお金持ちが俺に俺ね俺を見てて俺のことが好きだって言ってくれてる人が俺にアイテム投げてくれて俺にお金をくれるわけよでそれで俺がカメラを買って何が悪いのって思わないどうだから叩いてる人が頭おかしい人だと思ってんの俺はそれでも働かないね俺は <laughs> <laughs> 絶対働かない <laughs> 俺は多分なんだけど俺ね絶対働かない <laughs> 絶対やだこの生活俺はおかしいと思ってるよ、うんうん、俺はおかしいと思ってるけど俺俺はみんなにとってはおかしいっていうのは分かるんだけど俺は働きたくないのに働いてるやつの方が俺は頭おかしいやつだと思ってる <laughs> 敵が増えてくぞ <laughs> <laughs> 敵が増えるぞ調子いいな今日もななんかがまた俺のこと嫌いな人が増える感じがするうんいいんだいいんだ嫌われてもだってさそのやりたくないことをやるために生まれてきたんですか鬱になったたたりりととかか自殺したりとか社会の歯車でで利用された白球でで やじゃん俺やだ、うん、働かなくてもいいけど物が欲しいとか言うから叩かれる物欲しいよ別にいいじゃん焼き餅焼いてるっつうかなんか論的におかしくないって思うのさん別に俺が何を欲しようがねあの働きたくないから働いてないんだって言っても誰にも迷惑かけてないんだけどね 働かないで生きろという和堂さんがバリバリ労働してるのはどういうことだ俺労働してるっていう感覚ないよ俺本当に朝起きてやりたいことやってで寝てもうほんと何年ぐらいやってんだろうもうほんとね多分ねここ2年ぐらいマジでストレスないストレスすごそうだよねなんかねなんかもう本当にかわいそうなんだけど うん、親に迷惑かけてるニートも俺ありだと思ってんの実はこれポジショントークじゃないじゃんだって俺の生活と関係ないからここフラットに聞いてほしいのすげえいい質問なカプチーノ親に迷惑かけてるニート大賛成です大賛成なんでか言おうかなんでか言おうか俺に関係ないから全くで 親がニートで食わせることができてるんなら親も扶養義務を守ってるわけじゃんでしょで親が資産持ってるからニートって生まれるのよ日本だから成り立つと思ってんのあの戦争中の日本とかだったらニートなんかできないよ物理的にそのままないでニートって能力が低いと思ってるわけでしょ本人が働きたくないわけじゃん 働きたくない人を社会に出るってことは、働きたい人の雇用を奪ってるわけよ。だったら、外国人とかで日本で働きたいって言ってる人にバリバリ頑張って働いてもらってる方が良くないって俺は思う。うん。 マトモさんと同じことをしろって言われてできるスキルと集中力がある人がどれだけいますまあ、いても日本に数人ですよ。俺のこと持ち上げすぎでしょ。<laughs> いないと思うよ、うん。最近のニートは投資で稼いで、えっ、ー、と、パテック・フィリップの時計してるぞ。おおすごいね。パティック・フィリップが何の時計かわかんないわ。俺が、時計、俺全然詳しくなくて、俺がすごいと思ってる時計は、オメガと、 んだっけオメガとえっ、ー、とんだっけロレックスとそれそんなイメージだからパテックフィリップって多分すっげー高いやつなんだろうけどあとフランクミューラーぐらいこの3つぐらいしかわかんないそうそうそう働かない人が社会に出、ね、てもみんなが迷惑するから全然ニートでいいじゃんっていういや俺本当に時計疎いのよ だからそのパテック・フィリップがどれくらいのランクの時計なのか全然理解できない多分すごすぎる時計なんだろううんうんあ褒めるね <laughs> あでもねなんかねうんとなんて言うんだろうだけどすげえ皮肉でこれ あの働いて働いて働いて夢が叶うと思ってる人って俺バカだと思ってる <laughs> あの働くっていうのもあの社長業とかだったらいいんだけど単純労働とかアルバイトとか正社員とかをやって夢が叶うと思ってる人は俺アホだと思ってるねうんだから俺ね本当にダンカンさんとお酒飲ませてもらった時に 俺本当に違和感感じたもん。これ世の中の皮肉でしょうって。もう働くの一生懸命働いてきたら何にもうまくいかなかったのに働くのをやめたって強く決意したらうわ、ダンカンさんと飲めてるわっていうさ <laughs> これさもうすげえ俺の中で衝撃だったの5年前に俺働くことを放棄したわけよ。絶対働かねえみたいな。 もう俺はもう,くすもう死んでもいいから働かねえわって言ったらどん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 やりたいことできてくってさもうさ何これって思ったの神様って意地悪だよ本当に本当働くのやめた方がいいよマジで若い人いや本当にね俺だってさっ変なまあ自慢話なんだけどもう,もう極端な話 ある北郷さんが隣にいてダンカンさんが目の前にいてこうやって飲んでるんだよ。でダンカンさんが「ああ配信者の話聞いてるだあれだなあ男子ショー思い出すなーとか言って男子ショーが出てくるんだよ。<laughs> で男子ショーが「悪いやつになれ」って言ってたよーとかさ「え何この話いい」とかで俺もたけしさんの話しないとと思って「いやー僕たけしさんの漫才見たの。 生まれて初めて見たのあれですよ」って「いいと思う時ですよ」って言ったら北郷さんがニヤニヤし始めて「あれだろ?」ってこうやってこういうやつだろうって「あれもうたけしさんの,あのネタ最高でしょ」っつったネタ書いたの俺俺」って <laughs> すげえ鳥肌だったもんあれうんいややばいと思わない普通知れないような話とかをさ「何言ってんのあれ構成俺だよ」とか言って俺全部書いて殿に何回もチェックしてもらってっつって。 すげえ鳥肌立つわーと思ってネットにない情報だわーと思ってお,お金がないと現実生きていけないって思ってるじゃん思ってるはいブロックでーす思ってるじゃん俺俺もそう思ってたの働かなくても生きていけたよ生きていけないっていう思い込みなんだよそれってそう思ってるだけ だけなのアータンがで俺ができるんだからアータンできるよ。間違い。間違いなく。絶対できる。俺なんでかっていうと人間としての能力かなり低い方だと思ってんの。学歴とかそのいろんなもろもろのことを踏まえてこんなにクズいるのかっていうぐらいレベルが低い男なのよ。それができてるってことはできるよ。みんなもできるんだよ。やらないだけなの。 俺、はっきり言って、あの、若い人が日本から全員労働をしなくなりましたって言っても、成り立つと思ってるもん。え、だって現実ワードさんどうしてるのってみんながお金くれんだよ。お金ちょうだいって言うとみんながアイテムくれんの。で、アイテムはお金になるの。だから生きていけるじゃん。 だからこの画面に映ってる全てのものとかこの部屋にある全てのものっていうのはリスナーさんから貢いでもらった替えなの。いやマジでいい時代だよね。<laughs> 本当に本当に。150人のリスナーさんがアイテムをくれて俺は生計を立ててるの。それが現実よ。だから今も28円頂い,いてるわけでしょ <laughs>、うん。お金になるんですよ。 いほんといい時代だと思うよなんでネットでそういう活動しないんだろうって思うもんこんな大チャンスが来るのにすげえよなうんあこいつなピッコマありがとう それかで、ね、才能じゃないんだって才能じゃないんだって特別なって俺本当に配信始めた時絶対に閲覧100超えないって言われてたもんでも俺は超えるよって言ってたもんいいねありがとう実際超えたんだよだからなんか結果後からなんとかなるよ多分その感覚ってなんか伝わんねえのかな なななんんか本当に思いい込みなんだけどなーっていうそうそで答え見せてもまだ否定されるんだよねだから俺がじゃあやってみるよって俺働かないのしかもだから本来の当初の目的っていうのは働かないっていうのを実証するねっていうことなんだけどねいや昭和だってさ例えばさ俺これ思うんだけど行く気はないすごいいいこと言ってて。 昭和の価値観を江戸時代の価値観とか大正とか明治の価値観で語らないでしょで、今21世紀でこんだけ IT が進んでてこういう状況なのにまだやらなくて昭和の考え方をやってるってすげえ古いと思うよ。配信のみで生活できるってさ、じゃあ言うよあのー、マンスリーランキングっていうのを見てほしいの今。今キャプルから待ってて。で、行くよ。これって収入なんだよ。アイテムのポイントが収入だから。 でアイラがトップなんだけど500万稼いでででの現時点でで一番下の人誰か見てみようか150人いるでしょ150人の中に俺はいあ俺がギリギリ下なのよで俺が食えてるのってことは俺よりも収入多い人が149人いるんだよほら俺がギリギリ下にいるのここにわかるでこっから上は全員食えてるんだよ 余裕じゃん。配信のみで思えないよって思い込みなんだよ。絶対に。この人たち全員食えてんだから。でしょえぐいでしょだからやるかやらないかだけだと思ってるもん俺。やるかやらないかだけで、そう、俺が食えてんだからみんな食えてんじゃんって。だって俺一番下だよ。150人だよ。150位なんだよ。で、俺が食えてんだよ。ってことは俺より上なんだよ。そう。 生活 IQ 低いってどういうことうんうんいやいやいや俺ね全員働かなくていいと思ってるうんうんあじゃがいも文字最近見ないと思ったらダメになっちゃったんだアイランは500万近くまるまる入るだろうねうん っていうかアイラって多分億稼いでるよもう年収ベースで言ったらあそうなんだ今サイトに投資してる配信のほかでも今のニートは投資アダルトコンテンツ制作 YouTube 制作アプリそうそうそうだから配信の中だけじゃなくて FX とか株とか部屋の中で労働ができるとかあと何がある YouTuber でしょブロガーでしょ何でもあるんだけどね アフィリエイトとかさ、うん、いやニートっていう言い方が悪くて何つうんだろうこんなに金のなる木金だけじゃないんだよしかも俺が言いたいのそこなの金じゃなくてみんなねこれが最高の皮肉なんだけどみんなはやっぱりねやりたくないことをやって稼ぐなんだよもうこれが当たり前だと思ってるの違うの遊んでて金入ってるのがミソなの俺のただ遊んでるだけなの 働いてるように見えるタバコ吸ってこうやって「いやーおはよう」って「今日映画撮りたいんだ」カメラ買って」って言ってたら生活ができるんだよわ <laughs> かるそれがまあ俺の嫌われてるところなんだけどあまあグッズ販売もあるね俺はうんまあまあ何千人も食えない人がいるって俺もそっち側の人間だったから俺の方が詳しいよ夢玉それはうん さんそれじ人の人生で、ね、煽り運転ですよそれあおられても仕事やめちゃダメな芸のない単なるクズもいるんですよその例がじゃがいも王子です <laughs> <laughs> ちょっと待ってあの俺のこと持ち上げつつじゃがいも王子に対する痛烈な批判面白すぎるからやめてうんうんああ <laughs> なんか俺のこと持ち上げてよいしょしてるようで実はジャガイモ王子を否定したいだけっていうのがすげえ面白いんだけど <laughs> あんなに閲覧取れてるじゃがいも王子は電話も止まって生活えっじゃがいも王子が閲覧取れてるっていうか俺見たことないんだけど閲覧取れてんのん遊んでないのかな頭フル回転はしてるずっと喋りっぱなしだから枠終わりは頭痛いね今も頭痛いんだけど あまあ殴り合いもしてるね。これがただ座ってくっしゃべってるだけとか人をそすのかしてマジやばいことしてるって自覚がないと。いや、俺ね、進めてるっていうよりもね、多分ね、ストロングゼロさんね、俺の気持ちね、この感動をみんなにシェアしたいの。この感動を誰かは、才能のない子とかに、俺もできたよってなって、多分ね、共感したいんだと思う。要はね、これが分かる人って、 あの少ないからなんかこの中にいるリスナーさんとかで1人なんか3年後とかに「本当だったわわどみたいなのが出てきたら面白いなと思ってんのうん今でも常に閲覧150前後あそうなんだへえすげえなすげえなじゃがいも文字んでこんな嫌われてんの、うん でも和道塾開けばいいじゃんそんなら金取ってだからまた儲かっちゃうんだよ。<laughs> 要はなんかねそスパイラルっていうかさ負のスパイラルもあるけど後天スパイラルって俺あると思ってて俺ね正直ねこっから先の人生もうなんか格変入ってると思ってて多分ね10年後とかなんか大きな谷とか来るんだけどなんかねもうずっとうまくいく気がするこっから先。 なんかねもうね本当に昔の初動の動きってすっごい大変だったの昔の方がね勉強してたし喋りの内容濃かったしそれこそ必死になって配信やってたけど今ね結構2割とか3割ぐらいの力でやってるんだよなのにうまくいくね本当に俺ね人に何かを教えるとかね金取って何かを教えるっていうのは間違ってると思ってて あの人に何かを伝えたいシェアするのは大好きなんだけど金を取って情報に金を取るっていうやり方俺あんま好きじゃないうんそうそうなんか俺も遊んで暮らして金稼ぎたいしなんかリスナーさんもそういうふうになったら面白いんじゃないかなっていうのはあるよわ、うん、<laughs> かるわかるうん いや、俺誰でもできると思ってる。俺は。俺は誰でもできると思ってる。だから、あの、正直な話、解放3年後食えてると思ってる。社会が回るんだよ、それが。ただ、この世界は社縮がいるから成り立って、それも思い込みだっていうのが俺の主張ね、今回の。あの、匿名さん。それが思い込みなんだよっていうのが俺の師匠。だって俺、そっち側の人間だったんだもん。 誰でもできるって塾始めちゃったらそれこそ代々木アニメーションスクールの声優ああそれはだから反対だからやらない俺はだからそのなんつうの解放とか配信のことを教えてっつっても全部無料でやってるし <laughs> 全然相談来てもそういうので金は絶対取らないうんえっ、ー、と和道が岡山で巨大なリビングに止めてはい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 今でもあそうだあえもう東京いいんじゃないかな今日あたり 飯食うおうってて言われてたあの人人どころじゃないいいよよ従業員100人ぐらいいるよ <laughs> めちゃめちゃ成功してるよで年下なんだけど多分ね今年30じゃなかったかな多分今年30なんだけどえっ、ー、とね従業員100人いてもう試験数で言ったら20店舗とか超えてんじゃないのかなめちゃめちゃ成功してて笑ったよ久々あったらすごいよね みんなが小じきになったら成り立たない。俺、全員が配信者になれとは言ってないよ。<laughs> 全員がやりたいことやって暮らそうねって言ってんの。それ極論すぎるわ。っ <laughs> ていうかね、全員なれって言っても全員なるような力を俺は持ってないから、そんなことないよ。もっと、なんかこう、やりたくないことはやらなくていいんだよっていうことを伝えたいの。本質的なことは。配信者になれとは思わない。 配信者やりたい人はやればって感じだってサプリくんなんかさそれこそ今コメント打ってくれてるえっ、ー、と2月に、あのー、渋谷の駅でふわっちの広告を見たんだってでやってみようってやったら月収100万だぜうんいやあの家でかすぎるよねあの家はすごい 13LDK だもんね中古の物件とはいえすげえよな 田舎の方とはいえ大成功でしょ30代で苦労はするけど辛くないなんかやりたくないことをやって怒られたりする殺意枠じゃんなんか反社会的な衝動に襲われないそれは一切ないね乗り越えてやろうみたいな辛いけど気持ちいいみたいな俺ねサプリすげえ伸びると思う あのー、これねみんな言ってるんだけどサプリね多分ね配信会背負って立つような男になると思うよ23年後俺マジでサプリに才能を感じてるっていうのもねあのー、なんだろうぶっ飛んでるんだよねサプリって結構まだサプリの才能に気づいてない人が多いと思っててサプリは3年後ぶっぱねず成功すると思うよサプリって誰ってなってるでしょ ややりたくくないことを誰かがやってくれてれ俺ね世の中の全員が用意どんでやりたいことやっても世の中回ると思ってるもん。これね分かる人には分かるんだけど洗脳されて社会に洗脳されてる人分かんないんだよ。俺の言ってること分かるよっていう人は絶対成功してる今。だし成功してないとしても分かるって言ってる人は多分成功すると思う。ステファン思うでしょソソも思うでしょ 世の中の全員がやりたいことだけやっても社会って回るよね。そう思わない。絶対回るよ。絶対回る。なんでかっていうと、その自分から何かを仕掛けることが嫌でついていきたい人がいるから、結局最初にぐちゃってなるけど、一年後ぐらいに結局組織がまとまるだけなの。で、目的意識がしっかりするから逆に社会良くなる。うん。 っていうか現実回ってるしね。うん。それどころか皮肉なことに遊んでるやつの方が収入高くなったりすると思うよ、俺。生き生きと働いてるから。つまりこれが俺の本来言いたかったことで、仕事っていうのは本来そういうことをやるべきなんじゃないのっていうのが言いたかったの。うん。今の労働の概念を壊したいのよ、俺は。 労働の概念。だから、お尻先生がもし、この人かっこいい、この会社に勤めたいっていうところで、今と同じ給料で、同じ労働でいいよって言われたら、多分、生き生きと働けるはずすげえやりがいのある仕事で、社長とか職場のみんなかっこいいと。俺もこういう風になりたいとか。絶対回る。絶対回る。で、しかも、そのフォロワーっていうか、その、 アルバイトであったり、正社員であっても、生き生きと働くと思う。だから社会が絶対好転化するの、うん。だから最初にはぐちゃってなるよ。私何やっていいんだろうみたいな人もいると思うの。っていうか、いるっていうかね、そういう時期が人間にあるの。若い時って。でも、経験積んでる豊かな40代、50代、60代の先輩がいるから見せてくれるの。だね、今ね、距離感がぐちゃぐちゃしてるだけなんだよ。 爆投げして破産してるのはそれはやり方が間違ってるから配信者が要は裏で「今日花火投げてよ」とか「イベントだから1位取りたいんだよ」とかまあねペロペロしたり「何チャンピン」とかみたいに <laughs> そ,そういうことでしょ要は他の純粋じゃない要素が入ってくるからなんだよ えー、皆はじめは求人広告でやりたい仕事を見つけて応募してるのはやりたいこととは違ううーんとねちょっとニュアンスが違うかなあのね要はうーんとね例えばねうーんとうーんなんて言ったらいいかなそれって用意されたものっていうか仕掛けられたものじゃんそうじゃないもっと例えばさ街中プラーって休日散歩しててうわーこの服屋さん あ、で、服買おうって言ってうわ、めちゃめちゃかっこいいじゃん、ここ。こんな店知らなかったわ。すいません、店員さん。ここで働きたいです。みたいなこと。俺が言ってるのは。<laughs> でも、それって、普通じゃなくなってるでしょ今って。昔は普通だったような気がすんだよね。え、お前何仕事ないのみたいな。あいいよみたいな。働くみたいな。俺はそれがすごい大事だと思ってんの。うん なんかね、なんか、ビッグボールさんね、要は、与えられた選択肢の中でどうしようとか、コンビニエンスストアの中に売ってるもので何買おうっていうのに慣れすぎてるっていうか、なんかもっと自由でいいんじゃないみたいな。せ、危険思想だと思うのマジか。じゃあね、ゆめたまさんね、自分の子供がいた時に、ね、例えばなんだけど、 真面目に働け真面目で大きい会社につけっていう教育をしてたら俺やばい親だと思うよ。それよりもやりたいことをやりなさいって言ってそれで食っていけるようになりなさいっていうふうに教えた方がこれからの時代はるかに伸びると思いませんマジで言ってんの危険思想なの俺が言ってることって。あまあでも権力者側からすると都合が悪いことを俺は言ってるなっていうのは思う。 要は既得権益を持ってる側の人間でいるじゃん。やつらに俺は唾を吐きかけてるよね。完全にね。要はあいつらに騙されないよっていうことを言ってんだもん。それは確かにあるかもしれないよね。いやだってさあんなぎゅうぎゅう詰めのさ東京とかの満員電車見てさうつうつしい顔してさみんなスマートフォン見てさ絶望的な顔してさ でここ高層ビル群なのよで高層ビルの中に上場企業とかの視点いっぱいあるわけじゃん。でその中でね <laughs> 自分が何やってるのかっていう本質的な問いに答えられるサラリーマンいると思わないもん。あなたは何をやって言って本質的なことを言ってく,るくれるやつキラキラした顔で「俺こういうことやってこんな楽しいことやってんだよ」って言えるやついないよ多分。 そう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 従順な奴隷が必要だからいやだから大企業なんかなくていいじゃん俺大企業なんかなくていいと思ってんだけどうん <laughs> だから既得権益者の利益をこう上げるだけなのに自分たちが幸せにな,なれると思って労働をしちゃってるっていうのがかわいそうでしょうがないんだよね うん、働くやつは働かないやつの黄金比で成り立ってるああねそれねすげえいい話であのねよあるヨギの自助伝のヨガなんだっていうすごい人がいてその人がカースト制度っていうピラミッドのたとえの話を出してきたのバラモン教とかヒンズー教ってカースト制度あるでしょ カースト制度って今奴隷社会を作るための論理になっちゃってるけどあれは本来意味が違うんだっていうことを言ったヨガなんだわ。なんて言ったかっていうとそれをバラモン教の教徒たちが間違って信じてしまってピラミッド社会に人間が使用しようと思ってるからこんな社会になっちゃったんだって。 そうじゃなくて、バラモン教徒のよ本当のヨカが言いたかったことは、ヨギたちが言いたかったことは、人間が集まったら自然とピラミッドになりますよっていう黄金比を伝えたかったんだって。これでも真理だよね。おはよう。こんにちは。ああ<ー>。<laughs> いや、かわいそうだと思うの。<laughs> いや、別に構わないよ、全然。全然構わう <laughs>、うん、働きたくないんだもん。 どううなんだろうね普通の人が俺のこと見てかわいそうって思うのかうらやましいと思うのか全然興味ない俺 <laughs> 全然興味ねえわ <laughs>、うん、そんなことよりもアイテムたくさんもらいたい俺は自分と自分の周りが豊かになること でそれ以外の人たちがどう考えようがどう思われようが全く興味がない <laughs>。要はのんちゃんであったりとかうちのリスナーさんが幸せになることは俺の幸せなんだけどそれ以外は俺関係ないもん。俺の関わってる人が幸せになるんだったら俺それでいいもん。どうでもいい。 まあ教育ってそういうもんだからね。教育っていうのは、まあ基礎教養を教えるとともに国家の思想を植え付けるわけだから、俺は日本的な教育合わなかったね。社会で働いて役に、え社会で働いて役に立ちたいと思ったりしないぞ。全く思わない。全く思わない。うん。<laughs> 俺ニュースすら見ないもん。もう本当になんか森友なんとかとかも知らないし、 ワールドカップもリスナーさんから教えてもらったしあとなんだろう本当に見ないだから地震があったのも知らなかったしこの前なんか倉敷とかの洪水とかも知らなくてへえみたいなすげえなーみたいなだから全部ね3日後ぐらいに知るんだよね俺なんか知らなくても生きていけんのだって関係ある自分とないでしょ 自分が水害に遭ってるんだったら、まあ、配信回しながらやばいって言うけど頑張るとか頑張ったとかもどうでもいいですね僕はおはようだってさ俺の中でさ一日8時間費やすのってみんなとの会話だけなんですよでみんなが幸せだったらいいよ世間一般って何すか <laughs> 世間一般って何すかみんなが言ってる世間とか一般とかっていうのがよくわかんないんだよね それよりもさノリコが今日笑顔でいることと俺が笑顔でいることとかさ俺の周りが笑顔でいることの方がよっぽど大事じゃない役に立ちたいっていうよりも俺ノリコが笑うこととか俺が笑うことにしか興味ねえけどなあとはシャカペコがこう安らいでるとかが幸せだけどリスナーはだから遠くないから。 リスナーは遠くないから。だからリスナーさんが笑うとか言ってくれたりとか、こうやって触れ合ってるのは、俺はしゃ、なんつうんだろう。だからね、俺の一番外にあるものっていうのかな。社会のギリギリ、自分に関係があるところってここなんだよ。この枠ぐらいの。だから俺の部屋の中なんだよ。俺の感覚で言ったら。なんでアンケートを取る必要があるの あ俺ねそれね実はねスパモンさんねすごくいいことで俺が働かないことを働くことをやめようと思った時に俺がやらなくていいことはやらないっていうルールだったの俺が文面化したのか要は俺じゃないと困るっていうことは俺がやんなきゃいけないこと俺じゃないとできないんだよ和道じゃないとこれできないんだよっていうことは俺がやるだけどコンビニのバイトとかって俺じゃなくてもできるんだよそう だから俺がやる必要ないって判断したの。俺がやる必要のないことは誰かがやってくれるから。うん。でしょ俺はね、だからね、すごいね、スパモンの99ン9番の替えの利く歯車っていうの。要はね、それを俺がやる必要はないんだっていうことを悟った俺は。誰かがやってくれるって。なんで働くの <laughs> なんで働くの 働かないっつ俺は経営者ではないでしょ。経営なんて呼べる、なんか経営なんてもんじゃないよ、こんなもん。小豆だよ、小豆。<laughs> うん。職業はない。働いてないから、俺は。俺は、目の前にいる人が、悲しい人がいなかったらいいと思ってんの。 目の前の周りに俺が見える人たちがこうニコニコしてたり笑ってたりすると幸せな気持ちになるからだから俺の周りだからその人の知り合いとかどうでもいいのそういうことそういうこと認識してる世界が世界なのそうそういうことそういうことそうだから アフリカで例えば「困ってるアフリカで困ってる赤ちゃんがいます」とかいうやつに声かけられて「すいませんアフリカにボケお願いします」って言ったら俺必ずそいつに喋りかけんのアフリカに行ったことあるって聞くのないですっていうの何でお前アフリカに行ったことないのにアフリカ結構こんな子たちばっかりじゃないよっていう話とかしてでアフリカに行ってないお前が何で俺にアフリカにこんな子供たちがいて 全く関係ない。俺らがアフリカのこと考えてんのって。で、お前 NPO でしょはいって。人の役に立ちたくてこういうことやってるでしょはいって。お前これボランティアでやってると思ってるでしょはいって。NPO って時給出さないといけないから、お前に8000円本来払わないといけないの知ってるって言ったら知らないですっていうの。で、知らないってことは、お前内部留保で NPO 団体が8000円ストックしてて、さらに助成金もらってるから1万6000円、お前がアルバイトを アルバイトつうかボランティアやってる時にガン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  NPO を設けてんの知ってるって。お前 NPO の事務所行ったことあるっつったら行ったことないですって。行ってごらんって。ソファーとか高級ソファーだよ。めちゃめちゃいいところに事務所建ててるよっつって、うん。で、散々5分ぐらい説教すんの。で、500円。俺の話聞いてくれたから500円入れてあげるって。 俺はそういうことなの。お前が話聞いてくれたからお前に500円入れる。お前はそれがしたかったんだろうって。でもこんなことやっても世の中の役に立たないよって言ってんの。だから構造の問題なんだよ。正論正論。なんか NPO、NPO 団体一気に儲けたぞ。あれ税金対策で作ってたんだから経営者は知ってるんだよみんな。国民のゲーム知ってるよ俺。うん。おはよう。 うん。のりこ爆睡だな、うん、いやだってさアフリカに行ったこともないやつがアフリカ語ってんだよ笑わせんなよって感じじゃん。<laughs> 思わない で、俺、石野と新宿の街散歩してたの、こうやって。プラプラしたの金持ってないから。そしたらさ、ゴールデンレトリーバーみたいなで,でっかい犬がこうやって、健康なふっさふさの犬がこうやってやってんのよ。地面に座って、すいません恵まれないワンちゃんがいますご飯の食べれないワンちゃんがいます募金お願いしますって有名なんだよ、新宿で。そしたら石野がなんて言ったワドさん。 なんすかあの犬っていうの。医師石野どうした何切れてんだ石野って言ったら。犬が、犬がこじきして OK で、俺がこじきしたら叩かれんすよ。あの犬見てくださいよ。どこがかわいそうなんですかって。<laughs> めちゃめちゃ飯食ってますよ。ふっさふさですよ。僕服これしか持ってないんですよって言ってて。石野の,の方が説得力あるでしょ おその頃はニコ生時代でふわっちとかなかったからアイテムをもらうとかなかったのよ <laughs>。そう。面白くない面白くないなんか。石野が言ってる方が響かない。なんで人間の俺があの犬以下の生活してて何が恵まれない犬だっつってたの <laughs> あの犬はめちゃめちゃ恵まれてるよっつってて確かにって思って。うん、だから、ねえ。 恵まれない和道にアイテムよろししくお願いします <laughs> いや犬を使って小じきやってんのと一緒だよそうでしょ違うのあニートに活力は欲しいね。うん。わかるわかる。だからニートがなんか創造物をしてほしい。うん。なんかニートがなんかパワフルな活動をしてほしいよね。わかるシてテファ。すげえわかる。 長時間ね労働してるっていう感覚じゃないんだよなんか決定権を俺が持ってるからだと思うの労働って決められた時間っていうのを会社側に決定権持ってるけどぶっちゃけた話は俺がこうやってカチカチでボタンを押すだけでもう放送やめることができるわけじゃん決定権俺にあるからね「<laughs> 和道さんの声でのんちゃん起きないのか心配になる」だいやならないよ大丈夫だよ 嫌だったら出てきゃいいんだよ <laughs>。一緒にいたいからいるんだから。俺の家だよ、ここは <laughs>。アフリカが貧しいのは、主に西洋各国の侵略の結果だから、いくら募金にしても意味ないと思う。俺、本当にそう思うね。うん。なんだろう。だし、うーん。アフリカ行けって思うよね。本当に役に立ちたいなら、アフリカ人のためになりたいなら。 アフリカ行けよって思わない。なんでお前日本でやってんだよ。みたいな。アフリカでお前が持ってるノウハウを伝えた方がよっぽど役に立つよと思うんだよね。だし、アフリカで雇用を生み出して、お前がアフリカ人にこう。成功したらこんないい。生活みできるんだよ。ということを示した方がいいし、アフリカの人が求めてるのかっていうね。それを。 なんで日本人のお前がアフリカ人のために何かをやろうとしてんだったらお前がやろうとしてることは違うよって思う、うん。お前がやるべきことは募金じゃねえだろうっていう。だから正義感を持つことはいいんだけど大いに結構なんだけどやってることが違くねえかって思っちゃうの。要は考えろよっていう。もっと感じて考えろよっていう。 うん、だしなんつうんだろうアフリカにもし問題が仮にあるとするんだったらそれをなんつうの周りを使ってどうこうさせようとすんじゃねえよと思う <laughs> 本当にそこに募金したお金がいくのか不安になるうんとねそれよりももっとひどい問題がある。 えっとね、うんと、厳密に言うと、例えばね、非営利活動法人っていうのね、ハルさん。NPO って。NPO ってボランティアだから無料でやるもんだとハルさん勝手に思い込んでるでしょ。だからそれも俺、NPO で勤めてないのに知ってるのよ。要は問題意識持ってるから。NPO が本当に活動いくのか不安になったら調べるから。あのね、営利活動やっていいって知ってた。NPO 法人って。 で募金活活動動あれ営利活動としててやってんので要はね非営利法人ってどういうことかっていうと営利活動はしてい,いんだけど内部留保ができないの NPO って要は簡単に言うとお金をお金として資産を翌,翌年に持ち越すことができないのだから NPO 法人ってものに変えるのたち悪いだろう。<laughs> あの、あと、NPO の法人って、ちゃんと給料出てるんだよ。中にいる人たち。年収1000万でも2000万でも1億でももらっていいんだよ。っていうさ、ものを知らないで募金してるっていうのが俺は嫌なの。考えてねえじゃん。要は、簡単に言うと、あ、かわいそうね。恵まれない子いるのね。私のお金使ってなんとかしてねっていうのを買ってるんだよ。200円で。詐欺でしょ。詐欺だよ、こんなもん。 サンングラスプレゼントありがとうだから何だっけな俺アグネスちゃんのね広告大好きなんだよあのなんだっけアグネスちゃんのえっ、ー、とアグネスちゃんのえっ、ー、となんだっけあのほら何だっけ募金のユニセフかユニセフの <laughs> すっげえ面白い広告があるんだけどそうボランティアとは意味が違うんだよこれ最高だと思わない俺ねこれがまさに 本当にね、ユニセフの、これ、恵まれない私たちはあなたの支援を必要としていますっていうさ、アグネスちゃんが超お姫様みたいな、これ最高じゃないこれ。 <laughs> これ最高でしょアグネスちゃんがキラッキラのプリンセスみたいな超豪邸で <laughs> 恵まれない私たちはあなただし、これさ、ほんと喧嘩売ってんのかっていうさ、もう最高なんだよ、このシリーズ。<laughs> いや、めちゃめちゃ笑ったもん、俺これ見たとき。もうさ、よくどの面下げてこんなこと言ってんだよ、みたいな。 いやいやいやめちゃめちゃ儲けてるよ <laughs>。うん。いや面白いでしょこれ <laughs>。いやこれがもうう本当にボランティア、ボランティアとかさ、要は薄っぺらい正義に騙されてるんだよこんなのが。要は搾取されてるっていうかさ。うん。働かないで生きよう。これは危険。アホみたいに笑えない。なんで働かないで生きようよ。 ワドーが配信で生活するなんてかわいいもんだよ本当にめちゃめちゃ悪徳商売だよ本当でもこれユニセフ側がこれを作ったっていうのとアグネスちゃん側がストップかけないっていうのが最高に面白くないこれ誰か問題意識持ってなかったのみたいなアグネスちゃんさんそれまずいっすよみたいなもっとなんか赤ちゃん抱いてる絵とかにしましょうよって誰か言うべきだよねこれ 頭痛いいやそういうことだろうねバカ,バカ相手にして募金するやつはバカだから気づかねえだろうってことだろうね。 バカにされすぎだよ本当に <laughs> うんいやバカだよね本当、うんそんなことよりも石野に花火投げてやる方がよっぽどよっぽど生き金ねだと思うよ <laughs> よっぽど生き金ねだよ頭痛 <laughs> えなあ お前に何ができるんだよ俺何もしないよ <laughs> お前に何ができるんだって俺が何か何で何かしないといけないと思ったの何もしないよ俺興味ないようんいやバカにするだろ <laughs>、うん、あれはだっておちょくられてんだよ完全に完全におちょくられてるからね おはようわつおはよう大体さ俺さ言いたいんだけどさゆっぴーさなんか俺のことたた叩いてるけどさこの時間にこ,のこんだけコメント打ってるってことはおめえも働いてねえだろ <laughs> なあ 働いてないお前が何で働いてないで生きようっつってるお前の思想に賛同するようなさ枠を開いてるのにさ何で俺お前に叩かれないといけないお前働いてねえだろ俺さん4億ぐらいあるけどお前にお金あげる気にならないお前からもらおうと思ってないから大丈夫もうあげたくない人あのねはっきり言うよ4億持ってようが何億持ってようが知らねえよ貧乏人からでも俺花火もらった方が嬉しいもん で、俺くれって言ったか、お前に。お前は、俺は4億持ってるっていうアピールをしたかっただけだろ。そうじゃないの絶対そうなんだよ。聞いてもいないのに必ず言うんだよ。俺は何々の時計つけてるけどとか、そういうやつに限って花火一発も投げたことねえから、お前らはケチだから投げないの知ってるから、俺。<laughs> 俺は知ってます。 あの俺は4億持ってる俺は車何乗ってる俺は時計何つけてる俺は月いくら稼いでるこういうやつは花火投げません、うん、相手にしてないです最初から、うん、そんなのよりも,もアルバイトで一生懸命働いてて和道が大好きだから和道に花火投げるって言ってくれてる人の方が俺はよっぽどありがたいですそう思わない うん、え何それっていうか、だから、なんで俺に俺は金持ってるけどって言う必要があるの <laughs> 言わなくていいじゃん。金持ってたら偉いんすか <laughs> 関係ないから。金持ってようが貧乏だろうが。だって俺からしたら他人だから。でしょだって俺とが何の関係もないんだから言う必要ないじゃん。なんで言うの <laughs> 自慢する相手がいないの 何なんだろうね多分自慢したいんだろうね俺ねこ金持ちに対してこび売るのを間違ってると思ってるから俺いくら金持ってても普通に扱うもん全然対等に扱うから絶対こびないよ俺切れるぐらいだもんあんまり横柄な態度を取ったらうん あ,あのね母親がコンビニでバイトしてる時にすげえ深いこと言っててえっとねセブンイレブンだかなんかで働いてた時に母親が募金するのは必ず男だって言ってて言たね、うん、女の人が募金募金ってさあのレジの横に置いてあるじゃんあれに入れるのは必ず男なんだよねっていうのはね何か面白いなと思った。 財布の中かさばるからっていう理由で多分チャリンって普通の感覚で入れてくんだと思うよ。爆投げする人もいるよ、金持ちも。そうじゃなくて、例えばさ、じゃあさ、みんなさ、<laughs> 挨拶するときにさ、あおはようございます、和藤さん。僕の年収は280万です。とか、おはよう、和藤2。俺ね、資産4億円。とか、違和感感じないの。俺、それされてるんだよ。 お,おはよう。俺ね、今ね、貯金300万。聞いてねえよって言うでしょ。<laughs> おはようございます。えー、今日の仕事についてなんですけど、えー、その前にですね、私の貯金が2800万になりました。とか、違和感感じるでしょ。いや、コメントで書いてあんじゃん。俺、それされてるんだよ。俺、資産4億あるけどって、いきなり言われるんだよ。 いや、爆投げする金持ち、どうなんだろうね。いるのかね。うん。たまーにね、俺がね、最高記録が、ファンタスティックが、要はね、花火100発前後。100発超えはね、4回しかない。配信1年半、ふわっちやってるけど、えっ、ー、と、花火100発超えは4回。うん。で、金梅さんがね、花火1000発1回あるって言ってた。何なんだろうね。 そう必ずね俺金持ってんだよねアピするやつがいるんだけど知らねえよみたいな <laughs> 金持ってるから何なんだよみたいなうん、羨ましいよただただ <laughs> ただただただましいけど別に俺とは関係ないから <laughs> なんかねランボルギーニでも買えよって思うんだよねうん爆投げの爆投げも一つの花火かもしれないああ 爆投げする人、俺で違うんだよ。爆投げする人って、誰だかわかんないの。毎回そうなの。捨てアかで誰もフォローしてないアカウントで、ブワー,ーって投げて、何にも言わないで帰るの。<laughs> 怖いよ、本当に。何なんだろう、あれ。なんかね、3ヶ月に1回ぐらいあんの。急に始まるの。何の脈絡もなく。いきなりドカーン、ドカーン、ドカーン、ドカーンって上がって、 何これ何これ何これってなってスーっていなくなるのこれ何のコメントも書かずだからね誰がどう投げてんのかとか分かんない俺はうんわー気分なのかなあだって俺会ったこともない人なんだろう多分分かんねえよ どんな生活してんのかとかさどういう気持ちで投げてんのかとかまあでも否定的な気持ちではねえよな大金投げてくれてんだから要は好意であることは間違いないけどど,うどんな生き方してんだろうな金がありっって困って困るそれでもさなんか他にあるだろう買いたいもんとかさ それでも俺に投げるっつんだからありがてえよ。あのね多分なんだけどね俺ね女の人じゃないと思うんだよね。男だと思う。多分なんだけどこれは勘。男だと思う。あでもね一人ねなんかね1万円とか2万円とかくれるたまーに来るリスナーさんにが。 10万やるよって、この企画やったら10万やるよって言ってくれて、あ、やりますって言った後に、なんでこんなことしてんのって聞いたの、俺。そしたら、いや、俺今、まあ年収3000万ぐらい稼いでんな、っつって、はーいって。嫌味な感じで言ってこなかったの。あ、そうなんすか、っつったら、出ようって、昔食えなかった時期があったんだよーって、お前みたいにって、はーいって。でさ、その頃思ったんだけど、なんかさ、 お前みたいにさ頑張ってて食えないやつに10万ポンってくれるおじさんとかいたらいいなって思わねえっていや嬉しいっすねってだからさまあちょっと余裕ができたからそういうことやってんだよねってなんかその方が日本っていい国だなって思わねえってなんか生きててよかったって思わないって思いますねっつってうんそれだけって言ってかっこよくない それなんかすげーかかっっこいいななて思たよなんかそういう国に生まれてよかったなーって思いたいじゃんみたいな俺が困った時もなんか誰かが助けてくれたら嬉しいじゃんみたいなうんなんかそういうもんだと思うんだけどね俺の収入のえっ、ー、とね4分の1は花火以外のアイテムだよ要は えっとね花火は確かに収入のねえっ、ー、と4分の3を占めてるんだけど花火一発一発がでもバーガーとかいいねボタンとか風船とか全部がチリも積もって俺の収入の4分の1を支えてるだから5万とかいく積もって年もう1ヶ月積もって積もって5万6万いくよだから俺ドレさんにアンドレさんがその 花火以外のアイテムは和動のところだけどあいつあなんか俺は花火だけでいいって言った時にあ,あバカだなって思ったよあこの人なんかなんかこういうだってさアイテムを投げてくれるって少ないお金かもしれないけど100円かもしんないよ1ヶ月でそれは好意なんですよお金をかけてるわけだから絶対にアンチじゃないわけそれを悪く言ったっていうのはね俺ね今花火上がらないのそれが原因だと思ってるもん要は巡り巡って あこの人こういうこと言うんだってもう投げないって、うん、いいねありがとう絶対にあれは言っちゃいけないことだったよだって好意であの少しでもいいからどれさんにそのねよくしたいって思ってる人をさあの人は唾吐きかけたんだもんこんなコッパみたいな金いらねえよってバカにしてんのかっつってうん石の生きてるってさっき谷さんがねコメント書いて今働いてるって うん、月換金で正社員で稼げるほどと考えたら効率悪くね時給計算したらだから悪いよ俺はだって今いくらよ今300円だよ俺の収入 <laughs> 時給時給300円だよだけどその時たま気まぐれに現れるだから花火師さんとかが時給をボーンって上げてくれんのよだから俺なんかドブラック企業だよ今。 いいじゃん別に。いや別にアイテム飛ばないから必死になってるわけじゃないからそういうのやめてくんないあのねそれはね公平島のあの公平鳥かな公平鳥か公平鳥のあの見方が歪んでるの俺が稼いだらつまらないって思ってるのお前は貧乏でいてくれって思ってるのもっと稼げるでしょあんたあ肌ありがとう堀米さんもっと稼げる。 稼げるうーんどうなんだろうね。稼げないんじゃないうん。ヨッに影響されたんだよね。よっさんが言っても可愛げがあって逆だってなるけど、どれさん、あ、はたありがとう、ミスターノーさん。あのー、なんだろう。どれさんはまんまパクって意味をわからずにやってるよね。うん。ていうか、あれ本気で言ってるんだと思うよ、うん。あれは言っちゃダメだよ。 楽しくやれたら何でもいいと思いますね。うわぁ、そうそう、ありがとう。いいね、999個ありがとう。ギャ、キャラがある、キャラがある、キャラがある。例えば、俺が絶対やっちゃいけないことっていうの、自分の中でルールあるもん。俺はこの人たちを否定しちゃダメだなっていうの、絶対にある。うん、それは、えっ、ー、と、生活保護者と、えっ、ー、と、 障害者で障害で苦しんでる人をバカにする発言っていうのは俺多分1回もしたこととないと思うよそれは何て言うんだろう確かに金にならん生活保護の人を擁護したところで発達障害を持ったりとか障害で苦しんでる人を擁護したところで俺ははっきり言ってプラスはない金銭的にはだけど俺はうんと何て言うのかな自分にそれがあるからそれそれを 俺も発達障害でで苦しんでるってだからをを見ててるるっていう人たちににする気にならん、うん、生活保護でその元々生活保護だったから俺が配信始めた頃はだから今でも生活保護の人が見てくれてるのよで和道がどこまで行くのか見たいっていうのを楽しみにしてくれてる人をバカにする気にならないだから金にならなくてもここは絶対に俺はそう今まで支えてくれてたファン,ファン層だからそこは。 俺が絶対悪く言うことは今後ないと思う。うん、実際ないでしょ。生活保護に対する、あのー、人をさあな、なんつうの、貶めるようなことを言ったりとか、障害を持ってる人を貶めるようなことを絶対に言わないでしょ。どんだけネタに走ったとしても。そう。俺はそれは決めてるね。うん。ここだけは絶対に俺は守るっていう。違う。好感度上げようと思ったの、今。 うん、アイテムがあんまり上がんないから少し好感度上げようと思ったの5択じゃない、うん、ビジネス <laughs> キャラに縛られるっていうかいやキャラ大事だと思うよキャラが全てだからこの世界はトークがうまいか下手かじゃなくてキャラだからだからトーク下手でキャラが立ってる人とかいっぱいいるじゃん金ンバエさんとか,かキャラクターが面白い方がこの世界では有利なんだよ 楽しくくやれたらなでもよくない楽しいことをやるっていうのはすげえ大事なことだと思うんだけどね楽しくないことをやる意味ってあるの何かいやあんまりウケなかったからちょっとびっくりしたよね <laughs> 絡ま空回ってるっていうかなんかちょっと笑い笑い来ないのかなと思ったけどあんまり笑ってかからなかったからあただ好感度が下がったんだと思ってちょっとへこんだよ今 やりたくないことをして,からえしてたからだが時給1,000円もらうくらいなら好きなことして時給300円の方がいい俺はその感覚だねいや金は欲しいかもしれないけど金欲しいって言って金もらえるほど甘くないよ配信って <laughs> そそんな配信甘くないでしょだってさ俺がさじゃあ1時間さお金くださいアイテムください花火くださいってずっと言ってアイテムくれる それだっったら俺ずとと言い続けると思うよそんな甘くないっていうのは俺分かってるもんだ金欲しいんだったらみんなを喜ばせるべきなんじゃないの普通に暇つぶすべきでしょ <laughs> いやいやくれるんだったら俺ずっと花火ください花火くださいってずっと連呼すると思うよ1時間ぐらいそんな甘くねえだろリスナーがイメージしてるキャラに縛られてほしくないって意味あーまあまあそれはあるよねうん確かにまあ自由にやるのが一番いいんだな 肩を力抜いてそのまんまで <laughs> やりたいようにやんのが一番いいよ今日天気いいないや好きにすればいいじゃんあげればいいじゃん だってそいつ喜んでると思うよいいんじゃないそれで。こんなに頑張ってマンスリー150位こんなにこじりの才能ないな今のところ俺はねない俺は何回も思った先月も思ったよっていうか今でも思ってるよもう配信向いてねえなって正直思うよだってなんだろう 閲覧はあるじゃんそそこそこまあ中堅どころっていうかさ500人いかないけどまあ100200はあるわけじゃんでもまあこれが限界かなっていうのは5年目で思うよなこれが限界だろうなうんまあ結構好きだけど。 まあマンスリーもう圏外になるんじゃんこっから先は、うん、ピークがだからマンスリー30位60位か60位前後だったねいや俺はもう会社に属することはない無理あの何回もトライして正社員2回やったんだけど 社長ぶん殴っちゃうし、あとなんで、なんでやめたんだっけあ、寝坊したんだ。早番で俺が一人の日に寝坊して、会社の機能がストップしたことがあるの。<laughs> 会社っていうか支店だね。成田支店がストップしたことがあって、あの、アルバイト200人、派遣、派遣が200人、機能を停止したことがあって、あ、もう無理だわ、て 俺もう寝るの優先しちゃうわと思って無理だったね俺は多分もう会社に属することはないよまあこじり頑張ってるっつうかね生きてかないとしょうがねえだろう生きていくためにやってんだよやべスイクス急に睡魔まきた。 いいや別に武勇伝語ってないよ普通に会社向いてんだろっつったら向いてないよって向いてない例を出しただけいや向いてないでしょうてか向いてないっていうよりもモチベーション湧かないよやりたくないことやってイライラしながらさなんかありがたくもねえのにありがとうございますって言って何になんだよそれでなんだ日当1万とかもらってさで22日働いて いや,やりたくない、やりたくない。やだよ、頭おかしくなっちゃうよ、そんなの。やって何の意味もないじゃん。知らないよ、みんなやりたいからやってんだろなんで俺に言うんだよ。みんなやってんだよ、じゃねえよ。やりたいやつややれやいいじゃん。なんでそれを俺がやんなきゃいけないんだよ。他がやってくれんだからいいんだよ。 そんなほっときゃいいじゃん。なんで俺がやんないといけないんだよ。バカ。おはよう。配信向いてんのかねどうなんだろう。知らないよ。やりたくてやってるやついないと俺の俺が決めたことじゃないもうそいつが決めたことだろ。やりたくないことやってんの頭おかしいだろそんなの。 そそうそう適材適所で向いてるやつとかやりたいやつがやれやいいんだよ。なんで俺がやんないといけないんだよ。働きたくねえんなもん。やりたいやつがやれやいいじゃん。将来の不安ない。考えたらもう切りないもん。でしょ明日何が起こるのか分かんないんだからさ今楽しく生きてる方がよっぽどいいじゃん。 俺早くお金貯まってカメラ買いに行きたいよこれ以外では食っていけない他にどうなんだろうなもしインターネットがなかったらライターとかもう給料安くてもいいんで原稿5000円とかでいいんでやらせてくださいっつって多分出版社とか記者になってたんじゃないのライターになってたんじゃないのなんかライティングしたいっていう言論活動はやりたかったろうねだからまあ どっかの出版社売り込んだり、コネ作ったりして、なんか、ジャーナリスト、ジャーナリストではないライターだよな。ライター、ライターがやりたかったんだ、うん。まあ今ネットの方が自由にできるし、ねえ、面白いなと思ってるからネットで全然いいけど。今、今配信できてるもん。ライターは別に頭いい悪い関係ないから。 いいなサラリーマンである必要は別にないんじゃないのエリートだけサラリーマンやればいいんじゃないうん。エリートだけやればいいんだよ。エリートだけ。 ねライター全然売り込めばできるよね。じゃあ今ライターやりたいってわけだよ。ネットがなかったらライターとかやってたんじゃないのっていう話よ。 年収400万以下働いても意味ない説。年収400万って結構勝ち組だと思うよ。今300万以下がボトムだからね。300万以下が4分の1じゃ上がったっけ年収400万とか600万の層って、あの、年齢高くて、結構今では勝ち組って言われてる層だと思う400万ですら。 おはようネット収入めちゃくちゃ不安定だよだって先月なんか80万稼いでたからね先月じゃない去年去年の4月がピークで80万ぐらい稼いでてやっべえと思ったもん俺100万いくじゃんとか思ったけどまあ見事にいかなかったよね <laughs> うん、うんあれは行くなって思ったもんな俺ついにいや遊んでてねえ月収100万だよ成功者じゃんとか思ったけど全然行かねえよその次の月16万とかだから、ね、<laughs> ただ単にバブルはじけただけだからまあそんなもんじゃないの、うん、いい時は行く時は行くし 100万超えたことはないね、月収が。まあ、20万前後、行くか行かない。まあ、行かない月が多いな、最近はな。20万以下だな。貯金なんかねえよ。うん、沖縄行って遊んじゃったよ。ね暑いね。今日なんかふかふかになるんじゃないのお布団とか干したら。おはよう。 フォローありがとうどうなんだろうねうーんまあ俺もニコ生出身だしニコ生でももうきつくねもういっぱい来ちゃってるから。 えどうした喧嘩ダメよ喧嘩カ釈迦が激おこだったなニコ生機能してないでしょ全然一部の人だけでしょだって加藤淳だなって ABEMATV であれしょ冠番組持っちゃったでしょ すごいよね加藤隼まあ七原くんとみどりさんぐらいじゃないの,あの野田ゾウとかうん考えて喋ってないから、うん、考えて喋ってない俺の思考回路とかないからうん 楽しかったら楽しい。つまんなかったらつまんねえ。それだけだよ。で、なるべく楽しいことやりたいんだよ。楽しいことだけやってたい。 ふわっち内の生存競争で生き残れるのが興味津々。いやいやいや、俺、もうそのレースから外れてるよ。だって生き残るかどうかも何も俺だって、マンスリー圏外なんだもん。なあ、もう独自のコンテンツでしょ。だって、周りのやつも、なんだろう。例えば、弁助さんとかドレさんとか、ヨッサンとか別に俺のこと、なんつうの、眼中に入れてないよ。全然。 金牌さんとか死んだ犬だよ死んだ犬ああねえ生放送ドラマ始まったみたいね、うん、お嬢おはよう始まったみたいだねあなんだっけなん最低限の生活みたいなあの地下鉄のテレビで見たよ CM おはようケースワーカーの話でしょケースワーカーの あのドラマ一回見てみたいけどねまあついに生活保護の話がねえドラマになんのかと思ってびっくりしたけど <laughs> 眠いな寝よっかないいねありがとう い,い、ね、ありがとう,うんあそうなんだうんいやそりゃそうでしょでだしあの小川さんほらケースワーカー11年やってた小川さんが言ってたけどケースワーカーに給料を払ってる人たちの上層部がケースワーカーの給料日あるでしょそれを支給日だって言ってバカにしてるって言ってたよ だからもうそういう世界なんだって。なんか、ケースワーカー、市役所の福祉課に配属されるってもう左遷コースなんだって。だからもう、なんつうの、役所に地方公務員になって、もう左遷コースだし、なんつうの、絶対、なんつうの、行きたくない職場、ワーストナンバーワンだ。うん。俺趣味ない。うん、趣味ない。 なんでかっていうともう全部生き様全部配信でさらしてるから。うん。趣味があるっていうことはさ、仕事をやってやりたくないことやってるから趣味を持つわけじゃん。趣味だけやってるようなもんなんだもん。やりたいことは配信でやってるよ。 うん、だしね、なんかあの、生ポ撲滅パーカーみたいなの着てたね、ケースワーカーとか見たぐらいだからね。うんあまあ、頭おかしいやつがやんならあんなの。あ、そうなんだ。不正受給の話すんだ。趣味は、趣味なのかな、配信は。もう、配信はね、ライフスタイルに近いかな。 もう生き様だよ、生き様。趣味っていうものとはまた違うんだもう生きてるもんまんま晒すって感じ。ただ生きてるだけ。趣味とかじゃないよ、もうここまで来ると。だって起きてる時間のほとんど配信回してんのもう。風呂入ってるときとトイレ行ってるときと寝てるときぐらいだよ。配信回してねえの。 フワッチは分かんないよ先のことはこれからずっとふわっちかどうかはでもまあふわっち面白いからね好きだよ俺ここだからまあ好きな間は続けようと思ってるけど嫌いになったらやめるだけじゃん嫌いになったらやめりゃいいし好きになったらずっと続けりゃいいしでもさふわっちが10年20年持つわけないよ 新しいテクノロジーが生まれてくるわけだから、新しい、ね、だって、金梅さんだってもともと2チャンネラーでしょえー、とっと、新八はアメーワブログの有名ブロガーでしょっていう風になんか時代が変わっていくわけだから、だから新しい画期的な遊びができたらそっちが行くんじゃないの キャスはなんか、子供が、何々さんかっけえ。何々さんすげえ、半端ねえ。何々さんすげえっていうイメージなの。うわ、なんとかさん超かっけえ。すげえ。みたいな。中学生とかが <laughs>。何もすごくないじゃん <laughs>。何もすごくないのに、うわ、超かっけえす。わかります。みたいな。そのりすげえ寒いと思ってて。で、ニコダは、 ああ死ねかスゴミクズがみたいな。それはそれでまあ寒いと思ってて、うん。そうそう、キャスはね、なんかね、俺肌に合わないんだよね。自分よりも年齢の上の人に向けて話したいから、可愛がられたいから、俺は。うん、俺、キャス合わないね。全く面白くない。見てて痛いし、なんか。 なんか子供,子供相手になんかこうどやってるおっさんとかなりたくない、うん、<laughs> すげえ痛いやつじゃん、うん、だからキャスはないなふわっちが一番シビアだろうねきっつけ悪いってみんな年齢書いてじゃあみんな年齢何十代か書いて <laughs> 年齢層見てごらん <laughs> たまにやるんだけど 俺より全員年上だよ。俺が33だから。み、みんな年齢書いて。まあ、3、40代だと思うよ。3、40代。40歳でしょうん。しがみついてるって感覚ないけど、57でしょやっぱ年齢高いんだよ。俺より年上でしょ ?36 でしょ ?39、32、39。まあ、全員年上じゃないの。 20代は俺受けないよ。でしょ3三4 0代でしょだからこんなもんだよ。うん、18歳とかもう死んだ方がいいよ本当に、うんうん <coughs>。一回死んだ方がいい <coughs> <coughs> 歳なんだまめさんもっと言ってると思ったわあ30なんだまあまあでも20代はまあ俺の放送見ないよ20代はウケないすぐいなくなるだって俺の話についていけるわけないじゃん20代がうん まずトマ・ピケティとマイケル・サンデルを読むところからスタートだからトマ・ピケティとマイケル・サンデルわかんねえやつは俺のス送わかんねえよ万人受けする配信なんかするんだったら配信やめた方がいいと思ってんだけど何万人受けって万人受けなんかねえから配信に ねえよそんなもんいや死んだ方がいいよ18歳とかなんだよ18歳って万人受けするっていうかねあのねあんまりね好かれ何つのこうの好かれたいわけじゃないのよアイドルみたいになりたいわけじゃなくて なななんつんつううだろうなーなんか99%嫌われてもいいから1%のすげえコアなファンをつかみたいのもう1%にはとんでもない影響力を与える超かっこいいおじさんなんだけど99%のほとんどの人から死ねって言われる存在になりたいの俺はダークヒーローだからダークヒーローわかるもうたった1%のヒーローになりたいの俺は。 響くやつにはもう何言ってもバチンバチン響いてバチンバチン響いてでもう99%はもう,もう嫌だわみたいな嫌いだわみたいなそんなんでいいよ俺はうんそう何か正義の味方があんま好きじゃないんだよねだってさ冷静に考えてごらんよショッカーとかの方がかっこいいでしょどう考えてもまあなってるよ だからなってるなってるいやあのねいやいやいいのいいの1%で本当に俺がどんどん要は世界中に響き渡るぐらい世界のードになったらあのー、70億人いるわけだからあれだよ1%でも7,000万人のファンだよわかる ?7,000 万人のファンができるんだよわかるもう国家だから国家 だから俺が有名になればいい。パーセンテージは増やさなくていい日本国内だけで言っても、1億3000万人の1%だから、あれだよ。130万人だから。 母親を燃やしたいえ、何あ,あ母数を増やしたいか母親を燃やしたいのねって言われていや別に俺そこまでサイコパスじゃないけどって思ったんだけど <laughs> コメントがびっくりしたんだけど母親燃やしたいのねっつっていや燃やしたくねえわっつっていやほんとに読めて分かるよワ道ドって堀米さんのが母親燃やしたいのねっつって目悪いんだよ いや見えるじゃんほら母数を増やしたいが母親燃やしたい一緒なんだよ、うん、<laughs> そこまでそれ1%もファンつかねえだろ、うん、それ全全員的だわ、うん ななんだろうな今日体調悪いな頭痛えな和道の囲いって何囲いなんかいないけど俺囲いとか一番嫌いなの囲うなっつってるぐらいだから囲いとかいらねえから配信に邪魔囲いなんかいないよ俺の放送普通にコメント打てばいいんだよ普通に何囲い 気持ち悪い。囲いなんかいらねえわ。何なのお前らのその「囲い囲い囲い」って。バカだろ。ほんと。囲いなんかいらねえよ。俺だだから囲われたら嫌だもん。俺多分ね、囲われたら居心地悪くなるから放送切ると思うよ。 がさんに謝ってどういうこと何を謝んの何を謝んの俺が結ガさんに別に謝ることなんか一つもないけどなんで俺がパイセンに謝んの過去イコール熱烈なファンっていうのがもう語源を間違えてるんだよ。 それを言ってんんののツイキキャスのキッズ達なんだよもともとニコ生の人たちは「囲い」っていうのは悪いことだって言って使ってたんだよ。あれは「囲い込みをする迷惑をかける人」っていう意味なの。それをなんかツイキャスのやつらがニコ生に憧れてて用語の意味も分かんないで「囲いイコール強烈なファン」だと思い込んでんのよ。「囲い」っていうのは迷惑をかける人たちのことを「囲い」なんだよ。「囲い込み」から来てるから。 囲いなんかいらねえよ自由にやりてんだよ黙ってついてこいよ いいいではななんじゃないのそれ純粋にファンなんじゃないの ?T シャツ買うっていうのはただのファンでしょ。囲いではなくない囲いっていうのは「あのキャーなになにくーんこっち向いてー」っつってアイドルのさ現場とかでガーって囲い込む人いるでしょ輪っかを作って。で周りの人とかに押し倒したりとかさ周りの普通に見てる人たちが「何あいつら」っていうのが囲いなの。 だから囲いうざいから来てんのよ。囲い込みをする人を嫌なやつっていう。いや、マナーを守らないファンみたいな意味合いがあるの。T シャツ普通に並んで買って普通にファンじゃねえかよ。どこが囲いなんだよ。だから、囲いもアンチも一緒だっつってんの。だから、誰々が結婚したとか言うと、囲いが一番発狂するんだよ。アンチになるの。最低とか言ったりとか。 アンチとか囲いっていうのは同じ属性の人は頭がおかしい熱狂的な人たちだでしょからかる普通のファンは普通のファンでしょなんでわかんねえんだよ周りにいる人が囲いじゃないよ囲い込みをして普通のファンに迷惑をかける人っていう意味なの、うん っていうのをニコ生の昔のリスナーとか昔の配信者は知ってるから囲いなんかいらねえよとか囲うなって言ってたの。囲いイコール悪いことだとでもツイキャスのキッズたちが意味がわかんなくてあいつらニコ生好きじゃん。ニコ生憧れてるじゃん。あ囲いってファンなんだ。囲いっていいことなんだって間違えて広まっちゃったのツイキャスから。だからニコ生出身の人は違和感を感じる。囲いイコール ファンだっていうのは俺らは囲われたくないんそれは。 かっこいいっていうか、それは頭おかしい。メーヘラババアでしょ <laughs> そんなのはうちにいっぱいいるよ <laughs>。うん。そんなのいっぱいいるよ <laughs>。それはうちの、あれだよ、メーヘラおばちゃんたちでしょ <laughs> これはかっこいいではないよ <laughs>。むしろうちのババアたちだよ <laughs>。うん。うちのババアたち。ああ、コメ欄日記はあるねー。うん,うん。 っていうかさ、俺思うんだけど、自己主張をしてくるリスナーは配信者やった方が良くないなんか、俺こうなんだよね、俺こうなんだよね、みたいな、アピールするやついるじゃん。人の話を聞かないで。お前さ、って、あの、リスナーやめて配信者やれよって。リッスンなんだよ、リスナーって。聞け、聞く人なんだよ。リッスンする人なんだよ。うん。わかる もう聞く気ねえだろお前みたいなお前喋る方だろうみたいなスピーカーになれよっていうめっちゃわかるよね。 うーん話題がないうーんまあわかるけど <laughs> うーんいや <laughs> 大人だな <laughs> 俺そういうふうに見れないんだよなイラッとしちゃうんだよな大人だなうーん でも最近よくねあもうくだらねえコメントはスルーするようになったかなだいぶなんか今までは一個一個相手にしててキャッキャキャッキャやってたけどバカ相手にしてたけどもうバカ相手にしてもそう無駄だなと思って最近はねスルースキルがだいぶ上がってきたね最近異常にスルースキルが上がってきた話題提供はめちゃめちゃありがたいよ むしろそれがないと配信成り立たないから、話題提供はありがたいんだけど。なんか、ねえ。おはよう、和藤さん。今日は天気がいいから、お買い物行ってくるね。知らねえわ、バーバ。ば <laughs> 知らないよ。天気がいいとか、買い物に行くとか。 今日は娘のお遊戯会だから唐揚げあげてるっつうかさ。<laughs> <laughs> ハートありがとう <laughs>。知らないでしょ。うん。知らないよ、もう、そんなもんは。いや、切れるっつうかね、もうね、なんかね、呆れるのレベルなんだよ。いや、ババアはまだ可愛いけど、じじいはもう立ち悪いよね、本当に。<laughs> ババアはね強く言えないのやっぱりババアババアの生きがいだからやっぱり「和ドさんお布団干すよ」って「<laughs> そうかババア」っつって「布団干せババア」ってなるの「和ド <laughs> さん今日晩飯何にしようカレーがいいかな」って「カレー作れババア」ってなるんだけど <laughs> ババアは可愛いんだよねやっぱババアに強く言えない俺がいるんだけどなじじいはねほんとイラッとするね、うん、おはようああね生理二日目できついですとかね知らねえわっていうねあでもね俺んところでは生理二日目できついはないババアだから閉経してるからみんな <laughs> 俺本当にそのコメント見ないわ、M さん。それね、多分ね、あのー、セブンさんとか、あの、てるャンピぴんとかあるんだよ。みんな閉経してるから、うちのババアたちは。セイリーがいくつとか言わない。う,ん、うちではない、そのコメント。うん。ねえ。 <laughs> <laughs> おはよう <laughs> いいよ別にババアなんだから <laughs> いいんだよ全然好きなこと書いていいよババアは許すよ <laughs> いいじゃんババアたかわいいじゃんいやーあれだな将来の夢あの老人ホーム開こうかわいいかわいいババアたち <laughs> 楽し<そ>う <laughs> 最終的には老人ホームで俺の人生幕閉じようぜリスナーのババアたちのあの最後見とる役やろ <laughs> 窓さんお腹すいたっつって,って今日ご飯何かなって全部できるよリアルにうん今日今イベア,アイテムああ全然何でもありがたくいただきますよアイテムはもう好きに投げてください全部いただきます 葬式配信か。うーんな、あんまりなんかそういう気分になんないかな、葬式配信とか。でもなんかババアと一緒に暮らすっていうのは楽しいかもしんないよね。<laughs> いや、なんか楽しそうじゃん、ババアたちと一緒に。<laughs> 3、40人でさ、ババア、ババアたちと一緒に配信回しだからさ、ババアっつうかおばあちゃんだけど、その頃は。俺も60代ぐらいになってて。うん あ、なるだろうね。あのー、老人の、もう、あのー、娯楽になると思うよ。全然いいと思うよ。でもね、俺思うんだけど、これね、前から言ってるんだけど、これね、これどう思うみんな。老人ホームと、ね、えっ、ー、と、幼稚園の託児所みたいなところって一緒にするべきだと思いませんなんでかっていうと、老人は子供好きなの。 ね、で子供はおじいちゃん好きなの。で遊びたい老人と遊びたい子供ってベストマッチングなのよ。一緒のところ最高だよ、ね、っていうかもうそれが当たり前になるべきだと思わない。で若い人がそこで雇用で働くの。要は老人が金持ってる若い人は仕事ないでしょだからそこで若いい人が働いて じじいとばばあが楽しく過ごして楽園じゃないの。でじじいは喜んでいい子供と遊べて若い人がご飯作ってくれてって最高の老後でしょそれ新しい俺家族の形だと思うのそれよくないどうなんかそれが当たり前でいいと思うんだよね。 いや,いやか宮崎駿とかはねやってそうだよねそういうことね宮崎駿幼稚園作ったもんねいやなんかねじじいとばばと子供の相性はいいと思うんだよねぶち目た話なんつうの子供になっていくわけじゃん年取っていけばいくほどだからさいいいいいい感じになるんじゃないかなと思って ボケたおばあちゃんと子供って最高に面白いと思うけどねそれがなんか幸せなんじゃないかなと思うよババアばっかりとかじじいばっかり集めても何にも怒んないでしょ <laughs> ボケたじじいとボケたババアをさ集めて何になるんだって思うの何にも新しいもの生まれなくてでもその子供ってやっぱね未来の子だからなわけだからやっぱりじいさんとかは好きなわけじゃんねえ 俺全然そういうのあっていいと思うんだけどね子供の保護者嫌がるっつうかいやだって人生経験豊かになると思わない何で嫌なの全然いいでしょ俺俺が子供いたらそういうところ預けたいもんね下手ななんかねえ子供託児所に預けてとかさ幼稚園入れてってやるんだったらじじいとババアがいるところに行かせようぜって言うよ俺だったら。 い,やいきなり綺麗いだすから面白いんじゃん <laughs>、うん。いいじゃん綺麗っで。子供に世の中いかに理不尽かっていうのを教えるんだよ、うん。ありがとうございます。花火ありがとう。ありがとうありがとう。 月1ぐらいがね、一人月1で花火投げてくれたら俺もう200、月収300万ぐらいだよ。ほんと、それ理想なんだよね。月1回全員から花火もらえたら俺ほんと億万長者になれると思う。ありがとうね。ありがとうございます。助かります。サンキュー。孫いない老人とか喜ぶよ。な、孤独死とかさ、悲しすぎるだろう。う ねえ孤独に死ぬだから生活保護でそういう施設作ればいいんだよ選ばせりゃいいんだよ。もう孤独にねあのアパートに暮らして13万で暮らすのともうご飯も全部用意してくれて子供ちしたちバチャバチャいてあのなんかね生活保護でももう全部お,お小遣い少しだけどなんか楽しいところあるよって言ったら絶対俺子供の方子供がいた方が精神衛生的にいいと思うよ。 変に偏屈な老人いていいんだよその人たちを社会から排除しようっていうのがおかしいんだよ昭和なんか変なじじい変なババいいっぱいいたじゃんそれが面白かったりするんだよなんでその人たちをさ隅っこの方に臭いものに蓋するんだよ意外と偏屈なじじいとか偏屈なババアの方が哲学持ってて深かったりするんだぞうーん どうなんだろうななんかね俺はねどん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 バラバラになって気がしてね嫌なんだよ田舎の方にさなんかめんどくせえおっちゃんとかいなかったなんかめんどくせーのとか変なのとかもいてさわちゃわちゃ,わちゃわちゃわちゃしてて楽しかったような気がすんだよなあそこの何丁目のあそこにあんなやついるぞみたいなうん俺昭和全然知らなくないよ あ、そう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 1個さ紹介したいさ動画あるんだけどいいかなちょっとみんなで一緒に見ない俺ねすげえ感動した動画があるんだよちょっと動画紹介コーナー入っていいですか何かねちょうど俺が子どもの頃7歳とかそれくらいのね動画なんだけどこれがね何とも言えないね味がある動画なんですよ あれあるかなえー、っとねそう一緒に動画見ようぜこれね奇跡の VTR だなと思ったもんちょっと泣きそうになるんだよねこれ見るとえー、っとこれだちょっと待って 1992年だから8歳かえ千、ー、九7歳だ俺が7歳の頃の動画いくよこれすげえいいんだよねこれよくない なんかこれ作ったやつ天才だと思ったの11歳だこれめちゃめちゃいい動画だよ変な映画とかよりもねいいよこの歌はどうかと思うけど<笑><笑> 怖いわこの歌 うるせえな働くこと置いとけ今黙ってろ今感動してるんだよ俺は子どもの頃の俺を思い出してるんだよこの VTR なんかよくない染みないいいでしょう なんか絶対あこれ分かるっていうか懐かしいっていうのは1個は出てくるでしょこの映像の中からこの VTR 貴重だよねいやこれすごいよねいやいいよねなんかせどっかに引っかかるんだよねうんどっかあるでしょみんなの中にも。 1992年の日本まあ東京だね1992年の東京これ VTR いいよねこの VTR。 練習がね時間軸に沿っててうまいんだよね昨日の出から始まってさそうか尾崎豊が死んだ頃かいやいやもっと前だよ尾崎豊が死んだも,んもっと前でしょ多分。 てたんか電車の色こんな感じだったんだねなんかみんな仕事楽しそうにやってるな やっぱ働こうみんな働こう仕事はいいわいやでしょう泣きたくなるでしょうかるでしょうコス炭グッとくるでしょう なんかね、こうグッとこみ上げてくるものがあるんだよねこれ。 これいいよね。これめっちゃ良くない。いいよね。なんか。そう、これ見た時にね、すげえ感動したんだよね。なんか。うん いいよねなんかねこれはさ多分うちのねリスナーさんの年齢層だと多分伝わるだろうなと思って多分ね20代とか10代の子が見ても「はっ!」って思うはずなの <laughs> 何にも来ねえわぐっと来ねえよっていうはずなんだけど3,4,50代は絶対伝わると思うんだよねこれさ何て言うのこれ毎年っていうかさ1993年バージョンとかさ 2000年バージョンとか作る,るべきだよねこれそう勤労が美徳だった頃その通りその通りで俺今回のテーマつながることだと思ってるんだよねこの頃さ働くことが悪いこととか働く俺この時代の人たちって働けって言わなかった気がするもん今ね違和感を感じるのがあの働けって罰ゲームみたいに言うでしょ 働くことでお前も苦しみを味わえみたいな働け働け働けって俺この時代の人たちって働くのが当たり前だったし働けなんて言わなかったと思うもんだからねなんかねその繋がってるんだよね俺の中にうんおはようそうおやすみなさいとかこんにちはって普通に使ってたよねなんか 変わっちゃったよな日本っっって変わっちゃったよねなんかいい映像でしょこれツイッターにねあのリンク貼ってあるから一人でしっぽり見たい人はツイッター見てリンク貼っといたから下の方にあるけどリツイートしとこうか。 リツイートしておきます一番上に来てる今。いやえ働く生きがいを見いだせない俺ね今の時代で働くのはクソだと思うよ正直言うと。今の時代にっていうかねなんかね働けっていうやつの。 なんか俺はムカつくから意地でも働いてやんねえと思ってる。なんか働くことは罰ゲームじゃねえからみたいな。働くことは俺の中で生きることとイコールなんだよ。何なんだろうね。これはだからなんかノスタルジーの問題なのか。要は年齢を重ねたからそういうふうに昔を美化してるだけなのか。本当にそういう時代だったのかっていうのがわからないんだよ。経験がないから。 だからあのー、難しいよね働いても働いてもお金が動く時代だったそう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 でもさ今働いても働いても苦しくなっていく一方って不思議だよなだってこの頃よりも日本の経済よくなってるはずなんだよそれってさ所得業は給料ベースに落とし込めてないからじゃんおかしいよなほんと だからバランスが崩れてんだよなお金の行くべき人のところにさお金が回らないからこんなことになっちゃうんだよもうなんか働くっていうのがさなんか社会問題みたいになってるっていうことが嫌だもんニートとかちょうどバブル崩壊の時期そう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 っていうかまだバブルだったんだよまだバブルの余韻だったんだよ バブル崩壊って言ってるけどまだ余韻で全然多幸感があった時代だよ、うん、だからそのなんていうのかなちょうど俺らの年だと思うよなんか1985年生まれで昭和も平成も知ってるんだけど そのスーパーファミコンが出てきたりとかファミコンが出てきたりゲームってものができたりとかネット携帯とか全部もう黎明期から知っててだから価値観が大きく変わる世代なんだよ俺の世代ゆとりではないのゆとりはもっと教育ベースから変わっちゃったからだからその昭和の良さとかそのかっこよかった日本も知ってるし そのなんかこうねえダメになってく日本も知ってるっていうそ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 うでもさそれってさ国に騙されて,てさ共働きしようとかフリーターとかさ要はさ収入を半分にして労働力倍にして4倍働かされてるんだよそういうことでしょルイコスター一人の親父で全員賄えるっていうさやつをさ 労働力は倍にします給料は半分にしますって話でしょひどい話だよね4倍働いてんだよそれで働け働けって言ってんだよそうそりゃさ女の人も結婚しなくなるよ自分で食えるようになったら本当にこれが幸せなのかなねだったら男の人が40万稼ぐでいいんじゃないの 一人が働いていやだから働いて鬱になるっていうのがもうおかしいんだって働いたら心が壊れる社会なんだよ今どういうことって思わない働いたらメンタルが壊れるんだよ働いたら死ぬんだよ 働いて過労死するんだよ。自殺するんだよ。だったら働くなって言いたくなるじゃん。働かないよ。<laughs> 働かないよ。絶対働かないよ。いや、マジで働かない俺は。決めたの、俺は。もうこの現代社会が生み出した悪魔となるんだよ、俺は。現代社会が生み出した悪魔。 まあ野垂れんなら野垂れ死なんでしょうがねえよあなたがここに来るようにお願いしていたのですどういうことあなたがここに来るようにお願いしていたのです 何の話あー頭痛いなそう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 さ子育てが一番さ大変な時期でさ子供を育てるってさ人生とか国とかさもう子供が宝なわけじゃん。国って人だからで その未来を担う子どもたちとか現役で働いてる人たちを足蹴にしたりとかして何になるのって思うよね。その子と親を引き離して子育てが一番大変なんだよ今子育てしてる人だったら分かるけどすごい大変で一大プロジェクトなのにさもう狂ってるとしか言いようがないよ本当にいいのかなこのままで日本は。 なんかどん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 不幸になっていくような気がするんだよね官僚とか何やってんだろう東大法学部のやつに説教しやりてえわおエリートとか特権階級が国を回すとダメだないやそう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  でも、ねえ、どうなんだろう。俺は悲しいよ、なんか。悲しい気持ちになるよ、なんか。俺が日本帰るの <laughs> 無茶ぶりにも程があるでしょ。俺が変えるの <laughs> 俺に期待するの日本。日本を俺に背負わせるの <laughs> ハードル高っか。 俺ができるのはあれだよ。あのー、あれだよ。悩み相談とつ待ちぐらいしかできないよ。そういう映画を撮れ。うん、どういう映画か分かんないけど。うん、なんだろう。映画は撮りたいように撮るよ。まあでも思想は入るんじゃないの映画には。映画ってそういうもんだから。 うわ花火2つありがとうございます。市議会議員からはコツ。<laughs> あポルノスターとも言えるけどね。市議会議員というか俺の中ではあの人はポルノスターのイメージなんだけどね。花火ありがとう。ありがとうございます。あポルノスターでしょ。市議会議員なんてなんか高尚なものではなかったはずなんだけど。<laughs> いやポルノスターだよポルノスター。働けあのさ、これが一番嫌なコメント。嫌なコメントっていうか嫌な空気。働くことを強要するなよ。働くことってそういうことか。もう俺は働けっていうのが罰ゲームにしか聞こえない。働くことが悪いことだと思ってんだよ、お前らは。だから働いてやらない、俺は。 俺は働いてやらねえわやだお前らみたいになりたくない俺は子供に向かって働けなんていう親になりたくないうん一緒に汗を流そうぞお前素敵かよちょっと汗流したくなったわ <laughs> 素敵かよ 「働け」っていう言葉はよくないよ偉そうにっていうかあれだ BGM が最近頭痛くなってきたな BGM 変えたいな BGM やめようかな でもこれ予言しておいていい。これ多分ね、これ超深い話で、これみんな覚えといて。2018年の4月の18日に和道はこれを言っておいたぞっていうの絶対に予言になるから。おそらく、俺らが生きている間に、労働はなくなるよ。日本人においては。で、100年後の歴史の教科書に、 労働をやってましたって書かれる日が来るから。間違いなく。そういう時期に俺らは差し掛かってるの。雇用がなくなるよ。労働もなくなるよ。えっ、ー、とね、全部機械がやるようになるから。だから、すごいもう激動の時代が来るよ。AI もそう、機械もそう、外国人労働も全部そう、そう。だから、 昔奴隷がいましたっていうのと同じように歴史の教科書に昔世界中の人々は生きるために働いてましたよって授業で教わる。これはもう予言しておく。で俺らはその中で働いその時代に働け働けって言ってる日本人がいましたよって笑いのになるよ。 どうやってご飯食べるのかなっていうかねこれはねそういうその個人的な問題じゃないの社会が変革するのベーシックインカムつながるつながるもちろんつながるだけど全員が楽しいことをだけをやって生活する時代がもうすぐ来るのそ,そういう明るい未来ともう一つあるの人口爆発で食料が足りなくなってっていう戦争のシナリオもあるの だから本当に働くことが何なのかとかも考えないとダメだと思うよ俺は「僕」って聞いてくれてんのあり「おお鳥になりたい」「いらっしゃい」うん「サムネ変えたのね素敵なサムネだね」うんだから俺らはそのちゃんと生きるっていうことをあの考えないとダメよいやいや食料の問題ってすっごい大変なんだよ 人口爆発とか食料食料だって日本においてはさ食料捨ててるぐらいだからあれだけど俺が働くことと社会が変わることは話つながってねえよ上げ足取るんじゃねえよもう腰を折るんじゃねえよ全然あるよ食料の奪い合いなんだから基本的には。 まあでも、俺は基本的には、あの、明るい未来を想像してるけど。うん。たいね、じゃあね、考えてみなよ。戦争中の日本とか食えなかった時代にニートっていたかこんだけ。生活保護者っていたかなかったろだから、日本が豊かだから、こういうことができるの。そもそもが。そもそもが、そういう仕組みなのよ。だからニートを否定しても意味ないよっ、つってんの。 これは日本が豊かだから生まれてしまった現象なんだからそこにメスを入れない限り無理だよっつってんの働かなきゃ食えない強制的なシステムがあったら働くんだからと俺は思うよであの俺は思うんだけど そう働くこととか生きることとかを誰かに委ねない方がいいんじゃないっていうのが1個の提案少なくとも俺は働いてはいないけれども働くことがどういうことなのかと生きるっていうことがどういうことなのかっていうのは徹底的に子供の頃から考えたつもりでその結論俺は働かないっていう選択肢をしたんだけれども後悔ははしてない不安はあるでも働いててもそれは一緒 あのね近いうちに不老不死はね得られない不死の方はない不老もないそれは絶対にありえないうんあの少なくと絶対にありえないっていうよりもう近未来ではないそれはねもっと何百年も先のことだと思う、うん、いやあのねスパコンの開発者の言ってたやつの話じゃない俺の想像あの要は不老要は勤労しなくていいようになるっていうのは俺の想像 水のあれはあのとんでもないことになるよだから中国がもう山買い漁ってんのそこなんだから、うん、あのね振り込め詐欺の話もお前は知らないで語ってるでしょ、うん、振り込め詐欺振り込め詐欺ってもうねめんどくさいんだその話もう何百回と説明して過去の動画見てから言えよ本当に。 水の利権は絶対民営化しちゃダメだよ。土地の根幹に関わる問題だから。あれはもう移民化、移民化どころじゃないよ。国乗っ取られるぞ、本当に。あの、っていうかね、民営化しちゃいけないものってあるのよ。絶対に民営化しちゃいけないもの。でい、それインフラなんだけど、特に、インフラの中でも水は特にダメでしょ。絶対ダメだよ。あの、本当に水の民営化なんか。言ってるやつバカだろ、本当 本当おかしいよだからね結局ね今のね自民党ってねあれなんだよ恐怖政治なんだよ。北朝鮮が北朝鮮がとか震災が震災がって小泉政権ってやってること一緒でしょ要はね国民を脅かすんだよ。もう自民党ののの手口なの洗脳の要は災害があるぞ被害が来るぞ戦争が起こるぞってやって国民をパニックにさせて思考停止にさせるの。 で、あの極端な政治をやるんだよ、うん、ガスはなくならないと思うよ、しばらくはまあいいや、俺頭痛くなったからそろそろあの終わりにします